どうも、ミセスです。先日ですね、視聴者維持率に関する検証用動画というのをアップしたんですけれども、それについてのね、実験結果がまあ大体出揃ったんで、この報告の動画を撮っております。そもそも視聴者維持率って何っていう方のためにざっくり説明しますと、この YouTube 動画のですね、視聴者さんがその動画を途中で離脱せずにどれだけ最後まで見てくれたかみたいな、それのまあ平均的な数値、パーセンテージが視聴者維持率ということなんですね。で、この数値がやっぱ高ければ高いほどいい動画ってされて、 Google さんからも優遇されると、そういう話なんです。でもこれについてね、ちょっと僕は疑問に思って、これって例えば1秒とかのさ、極端に短い動画だったら、途中でその視聴者さんが離脱する暇を与えずに最後まで見てくれるわけじゃん。じゃあこれ視聴者維持率 100% なんじゃないっていうね、まあ思ったところがスタートだったんですよ。これせっかくならば、極限まで短い動画にしてやれと思って、僕の、使ってる iPhone の iMovie というね、編集アプリあるんですけども、それで、一番短くできて 0.3 秒だったんですよ。なので 0.3 秒の動画を撮ろうと。で、0.3 秒の動画とはいえ、全く中身がない動画だとちょっと申し訳ないなと思ったんで、漫画のハンターハンターのね、ネタを入れております。念能力でね、行かな、数字いくつってやつ、その、動画一応概要欄に貼っとくんで、もしよければ見てください。で、結論申しますと、その 0.3 秒の、超短い動画、視聴者維持率 100% ではありませんでした。はい、これね、詳細なデータを言うと、なんか規約的にグレーっぽいんでぼかしながら言いますけれども、70% はいってないですね。はい、これって普通の動画だったら、おお高いねってなる数値なんだけれども、 0.3 秒ですよ。それと70%ってさ、その 0.2 何秒とかでやめてるわけでしょ。そんなことあると思って、これね、もうだから、グラフを見てるとね、ちょっと バグ臭いとこがあって、スタート地点ではなんか 200% 弱ですよ、あるんですよ。その時点ちょっとおかしいんですけれども、そこからスタートして、スンみたいな、こういう落ち方してるんですね。もうわけわかんないと、もうだからね、これは多分 Google さん側も、想定してなかったからバグっぽく出てるのかな、よくわかんないですけれどもね。ただ一つ確かなことはね、これ別にやっても意味はないですね。これでチャンネルが伸びるとか評価が上がるってことは、おそらくないと思います。目をつけられることはあっても評価されることはないと思いますんでですね、皆さん真似しないように、した方が良いかと思います。真面目にね、ちゃんとした質の良い動画を、適切な尺で撮る、これが一番ですね、というのが、分かった次第でありました。はい、ではね、この動画が面白かったと思った方はチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。